時間に遅れるとはたるんでおるぞ、この絵。集合時間？なんだ、強化合宿を忘れていたのか。強化合宿？生徒会執行部は毎年ここ伊香島に親睦を兼ねて一泊二日のサバイバル生活を送ることになっておる。この大自然の中で互いに力を合わせ困難に立ち向かい、明日以降の学園生活を勝ち残るチームワークと根性を養ってもらう。集合時間になってもやってこないお前をわし自ら運んでやったわけだ。礼など不要、指導者として当然のことだ。あの館長。なんだ。私、生徒会の役員じゃないんですけど。何をバカなこと言っておる。いつもキリアたちといるではないか。そうなのか、キリア。ええ、まあ。館長。細かいことは気にするな。これを機会に皆親睦を深めるがええよい。ごまかした、ごまかした、ごまかしましたわ。ではさらばだ。ちょ、私はどうすればいいのよ。強キス。明日までサバイバル生活だなんてやってやろうじゃないの。みんな力を合わせて今日と明日を乗り切りましょう。まずは飲み水の確保が最優先。次は食料だけど。乙女先輩カニッチは食料調達よろ。了解した、任せろ。ナゴミンと伊達くんは料理担当。はい、オッケー。津島くんとフカヒレは薪拾いと水汲み。はいよ、わかった。じゃあ解散、各自作業に移って。おーい。あれよっぴー、日焼け止めよ。はいはい。ちょっと、あなたは何もしないの？トップは命令するのが仕事よ。なんですって？怒鳴らないでよ、せっかくのバカンスが台無しだわ。バカンスって。太陽がいっぱいね。我が輩にも日焼け止めを頼むぜ。はいはい。
おう、カロリー半分でなかなかヘルシーな。てぇ、我が輩を食う気か。カラッと揚げて美味しくいただく気か。冗談だよ。ヨッピー目が笑ってない。そんなことないって。ちょっと、そうそう、あなたは何もしなくていいわよ。お客様として扱ってあげる。どうせ役に立ちそうもないし。みんなを手伝ってくる。ジアキス、はーい。素直いますか。しまごもり。ジアキス、何がお客様よ。バカにして、絶対見返してやるんだから。確か先輩がこっちに。嘘、ちょっと。おお、この絵か。え、サメが喋った。サメではない、私だ。え、黒金先輩、そのサメは。なかなかいい方だろ。この絵もやってみるか。コツがあってな、鼻先を思いっきり叩くのが。遠慮しときます。ツヤキス、それで僕のところに来たのか。悪いわね。しょうがねえな。うん、予備の貸してやるよ。ありがとう。餌はそこにあるから勝手に使いな。うん。これって誤解だよ。海釣りの基本だろ。うん、息がいいな。大物が食いつくぜ。おい、この絵。強キス。やるじゃん、ヤシ。先輩こそ大したもんです。へい、ちゃがり。こっちも上がりっと。私、無理。強キス。あ、お構いなく。お姉ちゃん、学校ではどうですか。結構頼りにされてるかな。ただ、ただピーナッツバターが。やっぱり強キス。素直？対馬レオ。あ、俺もいるんだけどな。どうした、こんなところで。別に何でもないわよ。もうすぐ昼飯だ。姫のところに戻ろうぜ。なあレオ。なんだよ。俺が運んだ水が彼女たちの体内に浸透していくんだよな。なんかゾクゾクするよな。こんな変態ですら役に立っているのに。私は。どうした素直。ちくしょう、負けてたまるか。なんだ。さあ、強キス。さすがはナゴミンに伊達くんね。ま、カニたちがいい食材を取ってきてくれたからな。感謝しろよ、ココナッチュ。黙れカニ。ついでに裁くよ。だか、やめんか、二人とも。せっかくの料理がまずくなるわ。何はともあれ、皆さん、私のためにご苦労様でした。それじゃあ、いただきましょう。いただきます。あいつ、まだ戻ってないのか。強気すん。なんで大根だらけなのよ。学のない小娘に教えてやろう。そいつはイカ島名物、イカ島大根だ。名前、少々威嚇臭いが、そいつは生でもいけるぜ。食ってみたらどうだ。大根、大根、大根なんて。おっと素直。対馬、何しに来たのよ。飯できてるぞ、行こうぜ。いやよ、働いてもないのにご飯なんてもらえないわよ。そんな意地張らずに。ちゃんと食べられるもの見つけるまで帰らないから。おい、待てったら。ついてこないでよ。お前こそ変な意地張ってんなよ。意地なんか張ってないわよ。ったく素直じゃねえな。名前出た NG。
ありがとう。いらっしゃいませ。松笠バーガーへようこそ。新発売海軍カレーバーガーはどうだ。ご一緒に。牛汁ポテトはいかがですか。お飲み物にピーナッツバターシェイクはいかがですか。これ何ですか。スマイル爪です。スマイル竹です。スマイル松です。スマイル特上です。お持ち帰りだ。松笠バーガーではいつもツンツンしている女の子を募集してます。マッチはいかがですか。マッチはいかがですか。寒いよ。お腹も空いたよ。そうだ、このマッチで。黒金先輩、ご機嫌ですね。日が高いうちに露天風呂に入るなどと、こんな贅沢はなかなかできないからな。あれがなければ最高なんですけど。86、いや7か。ねえエリー、気が散るから話しかけないで。でも。おいパパ、まだ終わってね。野球は2アウトからだ。マイノリティとはいえ、それなりに需要があるのですから、いいじゃないですか。マイノリティ？なんかかっこいい響きだな。あ、そっか、僕ってマイノリティなんだ。カニさん、合宿終わったら英語の補習しましょうね。ねえ、エリーってば。何よ、ヨッピー。シマ君とコナエさんの姿、さっきから見ないんだけど。え？本当だ、いないわ。気づいてなかったの。胸薄いから興味なかった。エリー、胸がなくてツインテールのくせにロリキャラじゃないって正直どうよ。エリーの好みは聞いてないから。グーン。よしよしよし、よく生還したな小僧ども。褒美に我が輩のありがたい話を。素直、大丈夫か。平気だけど。そっか。ちょっと遠回りだけど、泳ぐか。待って。あれ。嘘。おーい、コナエ先輩。レオ、どこだ。コナエ先輩。レオ、ちょっと。なんだよ。もっと離れなさいよね。無理言うなよ。せっかくの夏休みなのに、なんでこんなことに。のりこたち、どうしてるのかな。写真のためとはいえ、こんな場所まで来るとは難儀なやった。
腹減ったのか。朝から何も食べてないの。仕方ないじゃない。そっか、そうだよな。これでも食って気合い入れよ。嫌いって言ってるでしょうが。あれ、大根が嫌いになったのか。こんなもん最初から嫌いよ。でも、ね、あーうるさい。あんたの口から大根なんて言葉聞きたくない。強キス大手。参りました。帰ってこないですね。そうですね。つやきさん。日が沈む。つやきす。やっぱりいないわね、あの二人。行けそうなところは全部回ったのに。一体どこへ行ったんだ。教師の立場から言えるのは事故だけは勘弁ですわ。だあ、縁起でもね。まあ思春期の男女のことですから、事故以外の可能性も考えられますけど。事故以外の可能性。レオにそんな度胸ねえよ。この絵先輩だってありえないです。そうだよね、二人でどこかにしけ込んでるなんてありえないよね。不純異性交友がいけない、そんな風に考えていた時期が私にもありました。嘘をつくな。おまんらは嘘をついている。レオが俺を置いて先にエッチなどするわけないんだ。うるさー。今夜は北斗姿勢がよく見える。その脇で輝く小さな星さえも。ツヤキス。素直。え、ちょっと何掴んでんのよ。それだけ元気なら大丈夫か。何よ。さっきは悪かったな。何がよ。ちゃんと支えてやれなくて。別にあんたのせいじゃないでしょ。けど結果的に助けられなかったから。私が重かったってこと。んなこと言ってないだろ。絡むなよ。絡んでなんかないわよ。絡んでるじゃねえか。絡んでません。絡んだ。絡んでない。今は喧嘩してる場合じゃないな。そうね。強気せ。素直、おい、おいったら。しっかりしろ、素直。ちょっと厳しいかも。素直、何あっさり諦めてるんだよ。お前らしくね。私らしくって、あんたが私の何を知ってるっていうのよ。知ってるさ。一応幼馴染だろ。この学校に来てからも姫相手に突っかかって。素直って昔と変わらないな。相変わらず不器用なまんまだ。あんたはずいぶんふぬけたみたいね。姫なんかにいいように使われちゃってさ。生徒会長と役員だからな。仕事ならいくらでもこき使われるさ。何よ大人ぶって。生意気。お前はガキの頃と同じだな。可愛げがね。綺麗ね。そうだな。こんな星初めて見た。ああ、最後の思い出になったかな。縁起でもない。素直、おい、しっかりしろ。ねえ、津島。なんだよ。ずっと言いたかったことが。あのね、ごめんね、レオ君。おい、素直、素直。うっ、
事か、レオ。強キス。気を失ってるだけですわ。このまま寝かせておきましょう。よくこの絵を守ったな。別に最後は乙女さんが助けてくれたんだし。いや、あのサメの群れを前によく頑張った。私としても嬉しいぞ。ところでレオ、この絵となんかあったのかよ。え、いや、何も。本当？ああ、先輩たちって幼馴染ですよね。そうなんだけど、なんか嫌われてるみたいだな、俺。どうしてそう思うの？わかんないけどさ、昔はこの絵のこと大根って呼んで一緒に遊んだりしたけど。はぁ、そりゃ誰だって大根なんて呼ばれたら怒るだろうが。え、なんで？そうだ、なんで怒るのだ。大根は素晴らしいものだ。はぁ、大地を割りながらまっすぐに育っていく強い意志と、白くみずみずしい美しさを兼ね備えている。大根は至高の植物だ。はあ、だよね。俺は乙女さんにそう教わったけど。はあ、じゃあ何か、レオにとって大根は褒めてるつもりなのかよ。うん、当然だ。普通大根って褒め言葉じゃないですよ。え、そうなのか。彼女は役者志望だから、大根なんて言ったら大根役者って呼ばれてるって思うよ。え、そういう解釈もあるのか。そういう解釈が常識だぜ。カニに常識を説かれた。言葉とは書くの難しいのか。アホだ。このやつが幼馴染かよ。大根ね。休み明けにはテストもあるんだから、自分でやらないと。そうか。